こを待ってますからね。オッケー、頑張ってください。行く、絶対行く、絶対行こうね、絶対行こう。うん、なんだこれ。健全だったね。健全だった、珍しい。いつの間にか健全な番組になったのかな。なってないか。沖縄旅行か。いいっすね。本気で沖縄旅行を想像し、健全ではない笑顔を見せる魚拓。すると愛珍が先輩成瀬の元へ。私、魚拓さんが勝ったら二人で沖縄旅行に行かなきゃいけなくなっちゃって、かわいそう。かわいそう。そうなんです。二人で沖縄。はい、魚拓さんちっちゃいけど玉でかいらしいよ。玉でかくてもどうしようってなっちゃう。超でかいんだって、玉だけが。うん、玉だけ。それ見せられちゃうよ。そうですね、うん、頑張るね。頑張ってください。そうだ、これは頑張らなきゃ。嫌がってます。嫌がってる、嫌がってる。守ってあげなきゃ。やる気出た、やる気出た。かわいいね。かわいい、かわいくない。かわいい。しかもやっぱいい匂いがする。やっぱさ、可愛いよね。いい匂いするんだ。やっぱ売れる理由わかるよね。愛珍守りたい。いや、沖縄は危険だよ。きつい。だからあのテンション上がった。そうだ。でも本人嫌がってるから。あ、光ってる。マジで。しかもピックだ。やばい、やばい。沖縄、沖縄連れてかれちゃうよ。やばい。さあ、来た。九州ゲーム。おお、これ今スペシャルテーマビッグでしょ。オッケー、よしよしよし。魚拓プレミアテンパイオンからのビッグボーナス獲得。というわけで皆さん、おマットさんです。愛珍のムフフタイムスタートです。見逃すなー。